皆さんこんにちは、私たちハニースパイスです。本日の企画は、無線不定期公演でズルイよジェラシーという曲があるんですけれども、そこのキスシーンというセリフを醤油取ってに変えたらお客さんがどんな反応するかドキリー。それでは緊張しますが早速ご覧ください。上手にどうぞ。リハもめっちゃちゃんとして、リハもめっちゃさ、いろんなパターンのセリフ
けとかなんか、そうなんか梨剥いたよとかそう言われて、そうやったんだけど、で出るじゃん。でこれのその誰もいない一人だけドッキリをするための建前でしたみたいな、実は。えー、みたいな、こっちめっちゃ頑張ってたのに練習してたのにみたいな、やんなくていいよ、いいんだって言ったら、えやってもいいけどって言われたから、じゃあドッキリかけられたからやり返しますと思って醤油取ってって言いました。みんなでも何か分かってなかったでもクスクスしてたよね、ここら辺ね。でも